はい、こんばんは。今回はですね、こちらの僕らの桃源郷はここにあったんだ、天然温泉伏だらの湯、都市型温泉施設風祭市オフィス街から徒歩6分っていう、何の話だっていう話なんですけども、こちらのイベントをやっていきたいと思います。で、こちらのイベントですね、ちょっと変わった、一風変わったイベントですね。こちらのあかねさんのガチャカードなんですけども、こちらのガチャカードの煙がかかっているんですね。最初こちらの3億を達成すると、なんとこれ全部公開という感じなんですね。この湯気が晴れるという感じなんですね。手始めにですね、こちらの天然温泉伏だらの湯ですね、こちらの調灸をやってみたいと思います。ではオペレーション、もう僕もこんな感じに強くなったんで、オートで勝てるようになっちゃったんですね。お前たちの動きよ、ではいっく、お前たちの動きよ、ではいっく、お前たちの動きよ、すごい、お前たちごときって感じですね。解散、結構こんな感じに勝てちゃうようになったんですね。やっぱ成長の実感があって、こういうゲームはいいですね。こちらはですね、こちらの温泉のところをタップしていただいて、で、このポイントを挿入するような感じになってます。うちわで仰ぐですね、長押しをやっていただくとポイントが挿入できます。こういう感じですね。で、今回の目玉となっているですね、このよく見るのとこう右上ですね、ここをタップするとこんな感じで全体像ですね、この湯煙がかかったやつをタップすることによって、素早くタップすることによって、公開されるという感じになってるんですね。ちょっとやってみましょうかね。こういう感じですね。これ面白いですね。やっぱゲームってのはやっぱりこういう感じじゃないと面白くないんですね。いいですね。で、今の時点でですね、総合計が1億9000万って結構いい感じに来てるんですけども、あと1億ですね、あと1億1000万ちょっとですね。これをクリアできれば全体増加出せるので、もしアウロラとかサービス終了前なんでね、もし突き込んでいただける方がいたら、ご支援願います。今回はこんな感じでした。ちょっと一風変わったイベントで面白かったですね。こういうイベントまたやってみたいですね。